2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚だよね。また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われているぜ。そうした状況を反映してか昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼清徳氏が勝利を収めたことで軍事的な恫喝を強化することが想定されているな。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には新たな対応が求められるよね。さて今回は日本の安全保障環境が悪化の一途をたどることによる新たな対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているんだけど、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化しているよ。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切ったんだ。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されているみたい。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充だな。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもあるぜ。しかし昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府ではこの敵基地攻撃能力を反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることでその保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろうな。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としてはアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾等が挙げられているよ。トマホーク巡航ミサイルは今更説明は不要と思われるほど世界的に見ても著名で実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装なんだ。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるんだけど、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられているね。そしてこのトマホーク巡航ミサイルは、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの12式地対艦誘導弾は射程距離を飛躍的に延伸させるらしい。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第1段階でおよそ 900km、最終段階ではおよそ 1500km までの延伸を目標に掲げているぜ。さらに現行のオリジナルの12式地対艦誘導弾が陸上の装輪式の車両から運用される地発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊の全てで運用を目指しているようだな。トマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、
昨今複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果をいぶかしむ声も一部では聞かれるみたいだね。しかし低空を地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見てもこうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっているぜ。日本では当初はこうしたトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を2026年からの開始を想定していたが、昨今の主として中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示しているよ。ではトマホーク巡航ミサイルにせよ、人2式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されてるのかといえば、まずはすでに海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS 垂直発射艦が対象になるだろうね。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては現在8隻を有するイージス護衛艦がその筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製のマーク 41VLS 垂直発射艦をこれらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となるんだ。だがこうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では潜水艦でこれらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられているぜ。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のようにいずれも実戦配備中の親潮型8隻、そういう型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよな。トマホーク巡航ミサイルはかつては 533mm 魚雷発射艦から運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており調達は現時点ではできないぜ。そのため日本では初めて VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるけど、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め詳細は未だはっきりとはしていないんだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されて入るが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる感は否めないよね。ただし現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろうな。世界的に見ると通常動力型の攻撃型潜水艦で VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国のトサンアンチャン補給ぐらいしか見当たらず、こちらは初期型のバッチ1と呼ばれるもので水中排水量で3800トンの艦隊に6セルの VLS 垂直発射艦を搭載しているぜ。韓国のトサンアンチャン補給は以後のバッチ2以降ではさらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 2B 弾道弾であると言われているよ。玄武 2B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえトマホーク巡航ミサイルや人2式地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、
その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に浸水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の一蓋式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない無視兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実写試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実写試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中。これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、
口径は 40mm、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ 2297m を達成。これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をとどめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連野が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。新たな戦闘機の開発。日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したみたい。日本はアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いと目されていた点を覆し大きな変化を見せたよな。そうだね。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表したよ。日本とイギリスでは2021年の末には次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社において実証実験を始動、
2022年2月には次期戦闘機用のレーダセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたんだ。したがって、今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言ってよいだろうな。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機と、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるぜ。この2年ほどで急速に強化された、日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となったわけだな。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになったからね。今回の次期戦闘機開発は現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画でしたが、当時エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は日米貿易摩擦が影響し日本とアメリカ間において政治的な問題から、アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ国産化が果たせなかったんだ。その F16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し主翼の大型化など機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ大掛かりな変更が加えられ、必要な対艦攻撃能力が強化されたってわけ。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできなかったぜ。そこで F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたってわけだな。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていたんだけど、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないかな。そこで、次期戦闘機開発において戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されているぜ。さて、今回の GCAP グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっているよ。そして、イギリスからは BEA システムズ社が全体の統括と機体を、ロールスロイス社が機関部を、レーザー、センサブの電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあるんだ。そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は F2 戦闘機の後継機には日本の IHI 社が製造した、国産のエンジンを使用するとの見方もあったんだよな。それは日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験企業に開発した XF51 エンジンや、XF9 エンジンが、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応しうる品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備承認を納入しているからだな。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるものの、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しているよ。
この FX9 エンジンは現在の防衛装備庁と IHI 社が次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトはスリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれたみたい。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標だったんだ。そして、近年では戦闘機による空対空戦闘は減少していると入っても、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要だぜ。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンだが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので量産化には時間がかかりそうだぜ。XF9 は戦闘機開発において国産化に向けて一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されているよ。さらにイギリスのロールスロイス社との関わりの中でこれまでに培われた技術がいかんに活用されるか注目されているね。さて、イギリスのロールスロイス社といえばイギリスやイタリアが採用している現行の、ユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーだよね。そのイギリスのロールスロイス社ですがテンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられるよ。ロールスロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるぜ。しかし、そんなロールスロイス社の技術力はアメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり開発の主導権を握るのではないかと目されているな。そして、IHI 社製の FX9 エンジンだが、省スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後これまでの開発を活かし実用機での採用を期待したいところだぜ。IHI 社は2007年7月に社名を変更したんだけど、それまでは石川島播磨重工業株式会社として江戸末期から160年を超える歴史があり日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業だよね。航空宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野においてジェットエンジンの製造では日本国内で 60% のシェアを誇っているよ。IHI 社がライセンス生産したものには現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあるんだ。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低層音が特徴で実用化量産化されているぜ。このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして民生品にも応用が模索されているらしい。海上自衛隊が運用している。ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けた、ジャパンマリンユナイテッド株はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり IHI 社の技術力の高さが伺えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。